皆さんこんにちは、最強の嫁りゅうです。今日は帰化のこと話したいと思います。前にも結構時間経ってるんだけど、1年半前ぐらい、友達のアシアのチャンネルに帰化申請しましたみたいな動画出したことあって、もう時間結構経ったからその後どうなったか気になる方がいると思うんだけど、今日は話したいと思います。帰化はどういうものなのか、どういうことが必要なのか気になる方は、アシアのチャンネルで動画出したことあるので、そこはぜひご覧になってください。帰化を申請するまでの流れもそこでいろいろ語ってるので、ぜひ見てみてください。2021年の11月だったかな、多分11月頃に申請して、前の動画にも話したことあるけど、その帰化を申請する日から、もうなんていうかな、その日本人のパスポートをもらう日まで結構時間かかってて、もう1年半とか2年かかることが多いんですね、そのロシア人の場合は。で、簡単に流れ言うと、まあいろんな種類集めてから帰化申請する。でそこから面接みたいなのある。みんなかかる時間はそれぞれなんだけど、全然1ヶ月で呼ばれる人もいるし、半年後とかもあるけど、その面接でいろいろその出した種類で書いたこととかいろいろ詳しく聞かれる。まあ、なんで帰化したいとか、どんな仕事してるとか、なんで日本に来たとか、もう本当にいろいろめっちゃ詳しく聞かれる。で、自分の場合はもう結構この期間が長くて、全然もう本当に時間かからなかった人もいるのに、ゆの場合は確かに、いつだったっけな、2022年の6月だった気がする。誕生日ちょっと前、自分誕生日6月なんだけど、8ヶ月ぐらいかかって、その時はまだコロナとかは落ち着いてなくて、法務局がコロナで休業の時もあったらしいんだけど、これは行政書士さんに言われて、本当どうか分かんないけど、まあその理由で長引いたらしくて、で面接は6月だったから、2人で行ったんだよね、そのと。うん、なんか夏のめっちゃ暑い日。そうそうそう、夏だったよね、めっちゃ暑くて。でなんか自分がその日本人と結婚してるから、ビザ出てるから、でそういう結婚してる人はなんか相手も連れて行かなきゃいけないから、なんか自分一人だけじゃなくても、その家庭自体見てるから、あともしかして偽装結婚じゃないかっていうのも疑いもやっぱりあるから、その二人を呼んで、で二人でじゃなくて一人ずつなんだよね、面接あるのが。最初は寮行って、もう多分30分ぐらいいて、でその次に職がいて、でなんか同じ質問をされる、嘘をついてないか、なんか出会いとか、どうやって出会ったかとか、そうそうそう、なんかどうやって出会ったか、なんかまあ普段の暮らしについての質問とか、結婚の決め手とかも聞かれてたよね。一応行政書士の手伝いでその手続きいろいろやってるんだけど、でその時は自分もなんか確かにピンクのメッシュ入れてたし、そこも銀髪だったから、で行政書士にやっぱりスーツで行った方がいいってアドバイスを受けて、なんか普通に黒髪だったら全然自由な格好でいいけど、もうちょっとちゃんとしてスーツで行った方がいいって言われて、自分は一回もスーツ着たことなくて、友達、なんか動画にも登場してたマリちゃんという友達にスーツ借りて行ったんだけど、めちゃめちゃ日が暑くて、普通に暑いのにさらにスーツ着てて、なんか暑かったね。暑かったね。そう。そう。あとね、あれだよね、自宅訪問もあったよね。本当にこの住所に住んでるのか、まあ、2人で暮らしてるのか、簡単な確認みたいなもんで、でもそれも本当に一瞬過ぎて、なんかその法務局の担当の方に、その何時になんか
何時に来るとか言われて、例えばもうよく覚えてないけど15時とかで、まあちょうど15時に待ってたわけで、でソングがトイレに行ったのはもう5分前ぐらい、そろそろ来るからトイレ行ってくるみたいな感じで、でちょうどトイレ入ってる時に来て、で本当に一瞬過ぎて、もうトイレ出た時にはもうほぼ出てたっていう。もう一応挨拶はしたよね、最後の挨拶だけして、なんか最後の挨拶して本当に一瞬見て帰ったみたい。あとそれもなんかちょっとした事件があって、あのまあ一応お客様なわけで、あのなんかどっかのホテルの使い捨てのスリッパ持ってて、なんかスリッパ出した方がいいと思って、で出したら多分それ女性用のスリッパで、それ絶対全然もう考えてなくて、もうなんか新しいもので、でその担当の方がスリッパに入れなかったというちょっとした事件があって、これ結果に影響しないかめっちゃ悩んでたの実は。大丈夫かな、なんか心配してないか。そうそうそう、そんなことある、知らなかったね。そう、まあでもまあ大丈夫だったみたいで、そこから何をやるっていうと、その審査みたいなの始まるの。今までいろいろ本当にもうすごい量のいろいろな種類もこれぐらい準備して、日本で集めた種類とか、そのロシアでもらって翻訳した種類とか、いろいろまあその法務局側調べるの。なんか例えば職場に電話したり、自分の場合はその期間を申請した時と面接の時の職場が違ったから、現職だけじゃなくてもう前職もう調べてたらしくて、もうこれは普通だけど、なんか前の店主にも電話したり、今の職場も電話したり、なんか本当に働いてるのかどういう人なのか、そういうの聞かれるらしい。そうで、結果出たのはとね、去年の2022年の11月頃だったと思うんだけど、なんか自分が期待してたのはもう結果というのが、期間認めたとか期間認めてないとか、もうどっちかしかないじゃないですか。でも電話が来たの。まずはいきなり法務局から電話がかかって、自分の国籍を離脱してくださいっていう。でそういう電話は、まあ、実は期間を認めたっていう電話なんだけど、そのまっすぐ言わなくて、まあやっぱり 100% じゃないから、もしその、まあ、自分の国籍離脱の手続きしてる間に例えば犯罪とか起こしたりしたら、また違ったりするから、結果、まあ、やっぱり 100% じゃないからもう言わないのよ。なんかまあ、自分の国籍を離脱するってことは違法に進んでるっていう意味ですよみたいなこと言われたのね。でもそれで全然期間認められたっていう時間がもうなさすぎて、でも、もうどうぞ日本の国籍もらってくださいみたいな感じだったと期待してたのに、もう全然そういうのなくて、なんかただただもう本当に期間できるかどうかわからないのに自分の国籍離脱しなきゃいけないっていう、なんか頭で分かってるのになんかちょっとまだ理解してないみたいな感じなんだけど、まあこれでロシアの国籍離脱の手続きが始まるので、自分が帰還申請する前に、その帰還の申請が一番難しくて、そういう面接とか、あとなんかもう日本語のテストみたいなのあるの聞いたことあるけど、それめちゃめちゃ心配してて、大丈夫かなってすごい緊張して、結局そのテストもテスト自体がなかったから、なんか自分の想像してたことと全然違ってて、その準備が一番大変だと思ってた。でも間違ってた。一番難しかったのはこれから、そのロシアの国籍離脱する方がよっぽど難しかった。日本でその行政書士さんを使って申請してるので、いろんな種類の手伝いとかやってもらって、例えば自分で取らなくてもよくて、
なんか行政書士さんに取ってもらうのもいっぱいあったけど、でもこれからはもう完全にロシア側とかそのロシアの大使館と、まあロシアの大使館との間のやり取りだから、もう日本人の行政書士は知らないわけじゃん。その手伝いはできないじゃん、全部自分でやらなきゃいけないじゃん。それはちょっと全然今まで考えてなくて、で全部一人でやらなきゃいけなくなって、まあ例えば日本の書類いろいろロシア語に翻訳したり、それはまあ一番簡単なんだけど、翻訳するだけだから。でも今一番難しかったのは、あのまずロシア側からいろんな種類もらわなきゃいけない。でそのために、例えば、まあ、親戚とか友達とかどっかロシアにいる人にその委任状を送って、でなんか種類を取ってもらうっていう形なんだけど、それは別にいいとして、で今ちょっと郵便の話になるけど、ロシアから日本にもう簡単に郵便送れるの。どんな郵便でも送れる。船便でもなんか EMS っていうなんか速達みたいなもんでも、航空便でも本当にいろいろ送れる。でも日本からロシアに郵便送る方法がないという、なんか例えばロシアに行く知り合いを頼んだり、あとなんかよくわからないなんか富山にあるなんか船便の会社に頼んだりみたいなことをしなきゃいけなくて、でそれが本当に大変だった。でまあやっとなんとなくロシアに書類送れて、でそこでもう一つ問題できるの。ロシアの大使館に何回か行かなきゃいけない。例えば委任状を送る前にも、その大使館の方のスタンプがないとその委任状が有効にならないから、あのちょっと大使館に行かなきゃいけなくて、それは全部予約制で、もう本当に関東、もう東京のロシア大使館は関東に住んでるロシア人みんな担当してるから、もうありえない人、ありえない人数がいて、で予約が本当にいっぱいいっぱいで、今予約を取ろうとしたらもう2ヶ月後とかなるの、普通に委任状だけで。でその国籍離脱の申請だったらもっと先になる。1回だけ1泊2日ぐらい、あの祖母の実家に帰ったことがあって、でその時にわざわざ北海道の領事館に行ったの。そこ予約しなくてもすぐ入れるから、全然東京で予約するよりは簡単に行ける。でわざわざそこであのいろいろやってもらって、でその東京でやっと全部書類集めて、ロシアからも書類届いて、もうロシア国籍離脱という手続きを申請できる状態になって、でそこまた大使館に行かなきゃいけない。でももう予約思ってても本当に4月になるぐらい、なんかその時は年始だったけど、もう4月になるぐらいいっぱいで、で毎日毎日も何回も何回もキャンセル出てないか調べて、でそれとまた自分の仕事のシフト関係もあるから、それ自分の休みの日に当たってる日をすごい探して、でやっと予約できて、で今どういう事態というと、あのロシア国籍離脱を申請して結果を待ってるっていうことなんだけど、それも半年ぐらいかかる。まあ2月に申請して、でそっから半年かかるから多分もう夏の終わり頃かな、結果出ると思うけど、まあ、別に今そんなロシアそんな状況になってもロシア国籍離脱なんか反対するみたいなこと全くないけど、まあ、時間はかかるという。なんか途中で最初はまあずっと日本の国籍が高校生の頃から夢で、めっちゃこだわってたけど、もう途中でもうどうでもよくなって、もう本当に結果何も半年も何も来てないから、面接のも呼ばれないからもうどうでもいいと思って。でも一回すごい腹立ったのは、なんかポケモンのイベントあったじゃん台湾で、うん、でワンチャンこれもし仕事で休み2日もらえたら
なんか台湾なら2日行けるじゃん、まあ、ワンチャン行けるんじゃないかなって思って調べたら、あの台湾はコロナ関係でその台湾へのビザいらない国だけ入れるみたいな、ロシア人はビザがいるから入れないとか、そこすごい腹立って、もうなんか国籍取ってやると思って、でなんかそっからしばらくしたらもう本当に1ヶ月しないぐらい結果が来て、うん、そう、えそこからまた結果が出て、ね、またそのロシアからもらった種類本局へ持って行ってみたいな感じになるけど、でその時は多分もう国籍になるから、まだ日本の国籍も持ってないしロシアの国籍も持ってないから、なんかパスポートのない人間になる、国籍のない人間になるけど、ちょっと不安だけど今これ待つしかないなって感じ。その無国籍期間ってのはどれぐらいになりそうなんだ。わかんない、でもそんなにかからないはず、多分そっからもう本当に早い、もう多分数ヶ月で、数ヶ月間無国籍って、あそうそうそう、多分数ヶ月はあると思う。まず俺が整理すると、うんうん、まず日本政府に対して私が帰化したいですって伝えて、うんうん、それは OK ですって来て、うん、じゃあ次はロシア政府に対して日本政府から許可もらったから、あそう私はロシア人の国籍を抜けますっていうことを言うんだよ。今はそれに対してそう OK を待つ、それの審査を待ってるってことだよね。そう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 、でそれの審査も終わったら無国籍の状態になって、そう日本政府から国籍をもらえる、そうでそれで両方ともめちゃくちゃ時間がかかるんだ。そうだから帰化申請って時間がかかるんだ。そうによって違う、もう本当にすぐ離脱できる国あるし、もう何年もかかる国もある、うんうん、ロシアはだいたい半年で、最後にまとめると、まず行政書士さんの先生のおかげとか周りの皆さんの協力もあって今帰化の申請は順調に進んでおります。あとはロシアの政府から、私がロシアの国籍を離脱するという許可をもらうだけです。帰化無事にできたらまたいつか動画にしたいと思います。見てくれてありがとうございました。